ですけれども、今日は三街道、守谷、そしていろんな地域の運動会のためにいません。で、ブラジルの人たちが今日は頑張ってくれてます。白い衣装、そして、後ろに控えてます男の方もブラジルの先生や生徒さんたちです。では、よさこいソーランナイト、これを元気に踊りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。紹介させていただきます。